はい、どうも年貢シューターと申します。今回も三国志波動をやってまいります。今日はですね、何でもいいから周囲を引きたいと思いましてね、課金してちょっとガチャやろうと思います。もし周囲が出なかったら、ちょっと官吏の編成をですね、掘り下げてよく考えてやってみようと思います。今日もよろしくお願いいたします。さて、では行っちゃいますか。この9000円行っちゃいますか。昇給券30入ってて、優勝宝玉4500、足したらですね、40回は引けるってことですね。まあ大体引けるということでございます。で、 VIP ポイントが4500、私今ですね VIP6、 4500じゃ7には上がりません。しかし積み重ねて毎月ですね、ゲップをですね、お支払いするんです。公平テクモさんにお支払いして、ゲームをやらせていただく、動画投稿をさせて、もういいっすね、もうこのくだりいいっすわ。はい、購入。さあどうなりますでしょうか。はい、個人情報の画面を過ぎ去りまして、完了いたしました。早速回していきましょう。さすがいつでもじゃないよ、何回も来たくないんだこの男。31枚とりあえずありまして、確定があと1回、21回で UR ということはですね、来ると、どっちか来るというところでございます。で、私官吏2枚引いてます。で、周囲は0です。確率的に言ったらもう周囲が5枚ぐらい出ちゃう。さあ行ってみましょう。31回、31歳、ペンペレペペペン。さて、恋出て紫でしたね。うわ、恋バシュンだ、これやばいぞ、恋バシュン。お、いきなり出た、あ、これ竜だ、竜が来ていきなり SSR ですね。これはそりゃそうだ、ここは850以上。お前かい、お前かい、アリキックかよ。アリキックはでもまあね、私ね結構好き、うん、使ってないけども、族狩りとか割といけそう。関雲長の名に恥じぬ武功を誓わん。武功誓わない。喧嘩の。うん、そうだそうだ、もう31枚もあるから、ちょっと早く行こう、うん、そしたら青ばっかじゃないか、ちょっと、おい、青とか、お、全然出ないぞこれ。お、マジか、おい、ふざけんなよ、総称だけってこんなしょぼいのある。ちょ、待て、金返せこれ。また紫って、おい、これも意地でも UR 出す気ないな。ドラゴンバシッと来て、遅れガロだ、2回目の雷ガロ、ちょっと赤みがかったやつで、これが確定850以上。何が来る、あ、孫策、孫伯父が来たぞ。なるほど、孫策か、何とも言えないやつはもう、もう一回名前呼べばいいと思って。定法、おっと来た、これは何来る、なんか、あ、 SSR か、運力、これに、これに、はい、飛ばしまくってる。核はえ、リジュ、あー課金、あー公害、ちょっと待って、あと1枚、頼むよ、あと1枚頼むってやべえ、これやべえ、どうなってんだこれ。次の10枚に期待ですね。1枚目で UR 出るでしょこれ、頼むよ。はい、赤、ここでちょっとじっくりいこう、これタイミング測ろう、これここで止める、1回、あ、ちょっと行き過ぎ、ここで止めて、溜めて、ヒョワン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 、ポッシュー、うーおー、今ボッとなってから赤来たね、これ来たわ、ボッとなってからだもん。しゃー流血しゃー、おーら来たー、おらーおらー、見たか、必勝を約束いたそう、これが日の本一の声地区の力じゃ。よし、決まったな、公平に物事、うん、あとはまあ流していこう、うん、引いたらもう君たちは用済みだ。ちょっと待って、おかしいだろこの確率、周囲1枚出しただけじゃないか君たち、今他もう総称くらいしかなかったよ、もう孫策なんかはもうね余っちゃってるし、いや、ちょっとあと1枚引こうよ、じゃあ確定だから850以上、これでさちょっと気持ちよく、うーん、
黄色いな。黄色いね。どうしたってんだろうな。これは龍。これは龍だな。僕はね、ミッキーマウスって言うんだ。あんまりミッキーマウスって言うと消されちゃうよ。誰やねん。シゲ、乱世を沈めに参りましたと思った。ほうとうか。ほうとうはね、使えそうであんまり使ってないんですよね。さて、ということでですね、ちょっと周遊を実戦投入しつつですね、編成考えましょう。そして周遊につきましてはですね、今弓兵書レベル4ですね。周遊のために私今レベル上げてます。弓取ってませんでしたけど、今一生懸命やってます。なので今回はですね、カンネからいきましょう。私カンネはもう実戦でかなり使っておりますね。この駐屯部隊でも使ってるし、工場の方ですね、ちょっと厳しめな工場の時でも関連は使っております。ここはですね、 SSR 関連入れてたんですね。それをそのまま UR に変えたという感じですね。改めて先方ですね、味方3部隊の会心発生、これがねすごくいいですね。むちゃくちゃいい。この孫権の会心威力アップ、これと相まって、さらに孫権攻撃速度ありますから、もうこの2人でねだいぶ攻撃力上がりますね。これを第3部隊に当てているんで、まずこの上から3つにバフがかかって、さらに自分もですね自力で結構いけるというところでございますね。この部隊ってちょっと欲を言えばですね、この孫策のところをなんとかしたいんですね。ちょっとイマイチなんですね。この 300% 攻撃が3部隊だったらねいいなと思うんですけど、3部隊はこのバフだけなんですね。攻撃50、ちょっと勝敗らしくない。なので周囲を試すときはちょっとここに入れたいなと思いますね。兵力なんか減っちゃいますけど、使い方によってはどうかというところですね。はい、話を戻しまして、関連の先方ですね、攻撃は3部隊に 300%、 素晴らしいですね。これですよ、孫策に求めてるのはこれなんですよ。でその後に防御を下げる。残念ながら防御が先だったらもっと強いんですけど、防御下げが後に来ているというところでございますね。しかも連載中の3番とかになってるんで、まあ、通常攻撃にしか影響がないということですね。先方攻撃にはかからない。で 25% の命中変化を付与。この命中変化ですね、詳細見ると確率で与えるダメージが0になる。これはですね、かけられた部隊は4回に1回、まあ、25% ですねの確率で先方も含めて0になる。まあ、先方というのは先方攻撃ですね。 300% の攻撃とかがですね外れるんですね。あのドラクエでいうミス、ダメージを受けない、あの状態になるわけですね。まあちょっと確率の悪いマヌーサみたいなもんですね。だからただ継続10秒ですね。しかし会心発生変化は15秒、バフは15秒、いいですね。やっぱり使えるんですよ関連は。すごくですね、かゆいところに手が届いた感じですね。なので今のところ歩兵の副将で使っております。これをですね弓で使おうとは正直思いませんね。はい、今のところ、まあ、星がないのもそうですけども、まずですね弓の時点で馬に弱いわけですね。で大半の敵部隊は馬なので分が悪い、単純に。なので対部隊が単純に弱いと私は思いますね。で技能で攻撃速度でデバフの効果時間を長くするやつありますけども、そもそも弓で攻撃速度 30% 上げても弓はもともと遅いですからね。やっぱりですね、私こう弓に対してネガティブなちょっとねイメージを持ってしまっておりますね。そういうところでですね、私やっぱり副将で使っていっております。で戦ったログですね、こちらになりますね。関連先方発動、会心発生変化等かかりまして、結構ダメージ高いんですよね。これ歩兵の中に入れて騎兵に対して攻撃してるんで、弓なのに騎兵に対してダメージが上がると、そういうところですね。で防御変化、命中変化をつける、ここもそうですね、ちゃんと1000超えますね。もうここの相手のプレイヤーは結構あれですよ、僕より全然上位ですよ。なので私は今のところですね、孫権と一緒に
使って会心系のバフをですね3部隊に配りつつ、デバフをかけて中トンまたはですね攻めてくる敵を倒しやすくする、そんな役割ですね。なので用途としてはですね、個人城を攻める時には使ってません。この部隊ごと使ってないんで、歩兵の激しめな攻城戦や、あとはですねもう中トンですね、もうとにかく中トン防衛時などですね、まあ、こんな感じの用途でございます。次回はですね周囲の方を使ってですね、また関連と合わせて考えていきたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価大変励みになります。よろしくどうぞお願いいたします。